オーストン・ヘミガルスは、ジャ邪ネコかオーストン・ヘミガルス属に分類される、食肉類。本種のみで、オーストン・ヘミガルス属を構成する。中華人民共和国、ベトナム北部、ラオス体長56から72センチメートル。尾長35から47センチメートル。体重2.5から4キログラム。頭部は角張る。背面は灰色がかった、高褐色の体毛で覆われ。 4本の横縞が入る。覆面は淡かし色の体毛で覆われ、胸部から公式部にかけてオレンジ色の縦縞が入る。頸部や四肢には黒い斑点入り、頸部の斑点は筋状に並ぶ。尾には黒い帯模様が入り、先端は黒い体毛で覆われる。門芯は幅広く、歯間に隙間がない。第2、第9子は大型で、口頭が多い。 指跡にはやや引っ込めることができる鋭い爪が生える。タイガーシベット族に含む説もあるが、脳質や葉の形状から本種の実で独立した族を構成する説が有力。河川、湖の周辺にある森林などに生息する。地表性だが、木に登ることもある。夜行性茂みや木の根元、軌道や岩の隙間、地面に開いた穴などを巣穴にする。植生は、 胃の内容物から少なくともミミズを食べると考えられている。繁殖形態は体制。妊娠期間は約60日。1回に1から3頭の幼獣を年に1から2回に分けて産む。授乳期間は3ヶ月。幼獣は生後12日で目が開き、生後35日で歩行できるようになる。生後1年6ヶ月マイナス2年で生成熟する。 民家近くで残飯を砂取った例もある。開発による生息地の破壊、邪行目的の狩猟などにより生息数は減少している。法的に保護の対象とされ、生息地の一部は自然保護区に指定されているが密漁されることもある。ありがとうございます。